制限金沢27番広井智信です。よろしくお願いします。制限金沢背番号11番杉浦恭平です。よろしくお願いします。制限金沢9番庭志音です。よろしくお願いします。いきます。せーの、なんだこれ、うまくいくんない。やばいやばいやばい。いやーせーの、どうもやばいって何これ。なんすかそれ。せーの、せーの、こんにちは。中継メガレッジです。ということで今回はですね、はい、J2 ロッククラブ合同企画、うちのチームはここが半端ねえということで、制限金沢広井選手、杉浦恭平選手、そして庭志音選手、お三方に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まだまだ長いキャンプだということで、ちょっとここも僕らのところでちょっとリラックスしていただいてね。気分転換もね、できてないみたいな。これをちょっとリフレッシュの時間にしていただいて、有効活用していただければなというふうに思います。はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。で、はい、制限金沢さんはこう時間に制限があるらしく、厳しい監督のことで、はい、練習をされてるみたいなので長く話ができない。本当にやりたいと思いますので、ということでまずはこの話題から、監督のここが半端ねえからまだちょっと行ってみたいと思います。あ、三者三様の答えがあって、はい、広井選手ぶれない、はい、杉浦選手選手を育てる力がすごい、うん、で丹羽選手はもう愛情を感じる。早いですね。早くない。はい、めちゃくちゃ毎日愛情感じてます。それ、まあ、どういう愛情ですかね。来る前まではめちゃくちゃ厳しくて、はい、その厳しいイメージがありすぎたせいか、まあ、こう選手にかける一言一言の言葉に厳しさぐらい愛情があるというか、表情もなんかこう選手のために思っているような愛情を感じますね。素晴らしい。ヤンツーさん素晴らしいです。もうその愛情をたっぷりともう注ぎ込まれている。やっぱ選手を育てる力って答えてくれた、まあ、杉浦選手どうですか。はい、そうですね、まあ、僕は結構ベテランの方の選手なんですけど、なんか僕でも結構この5年間一緒にやってきて成長できてる感じてますし、結構やっぱ若手がすごい伸びてるなっていうのはすごい毎年毎年すごい感じてます。ああそう、自分はどういうところがなんかこう成長してるなって感じるんですか。僕年々今得点とかアシストも増えてて、キャリアハイがどん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 積み重なってるってこと。そうですね、去年も一応キャリア、はい、自分の中で更新して、うん、まあ、32歳になるんですけど、うん、まあ、すごい成長を自分でも感じてるなと。いいですねそこもね、うん、広井選手はブレないというサッカーのスタイルも、うん、もう自分の中でやっぱこういうサッカーをしたい、こういう
ものをチームで表現したいっていうのは、入ってきた時から変わっていなくて、アクションサッカーっていうんですかね、自分たちからボールを取りに行って自分たちがこうしっかり仕掛けていこうっていうコンセプトは本当に変わらなくて、フォーメーションなんかももう迷いなく基本的には 4-4-2 で戦うっていう、まあ、それからそうですね、これぐらいあの選手ができたら、練習でできたら試合でこれぐらい表現できるだろうっていう、そういうところのなんかものももう自分の中で全部あって、うん、その準備が整ったら試合にどんどん使っていくっていう、なんかその辺もなんかブレないでいるなっていうのがあるんで。後ろの選手だとさ、まあ、柳田監督はもともとディフェンダーの選手なんだけど、その辺のこう、はい、原理原則みたいなのすごく言わない？あ、そうですね、サッカーの原理原則をしっかり理解しないとヤンツーさんのサッカーは表現できないのかなっていうのはありますし、まあ、強平も言った通り、僕も、もう30今年7になるんですけど、やっぱり成長させてもらってるっていうのはすごいあるんで、すごいいい監督のもとでサッカーがやれてるなと思ってます。素晴らしいじゃないですか ね、 素晴らしい、もうこれだけで十分じゃないですか。ヤンツーさんすごいって話で終わっちゃったよ。ちょっとコンパクトすぎないですか。僕が気になったのはこう、うん、ヘディング半端ねえ、このなんか忖度があったんじゃないかという疑惑を感じた。いや忖度ですねこれ。2人拾い拾いできましたもんね。で1人サクターみたいなね、やっぱそこはちょっと行こうかなみたいな。ヒロイ選手どうですか、ヒロイ選手の本当にヘディングの強さをすごいというところだったんですか。うん、まあ、忖度3割ぐらい入って入ってんのかよ。面白すぎる。でも練習でも実際強さは感じてるわけですよ。そうですね、まあ守備はもちろんですけど、コーナーキックからのヘディングっていうのはあの愛媛時代に多分決められてて、その印象が強かったです。そっちが7割。そうですね。もうそこ深掘んのやめましょう。危ないです。なるほどね。杉浦選手はどういう感じで、まあやっぱり広井選手が書いたようにサクタっていう案もあったかもしれないですけど、うんうん、そうですね、まあ2人はやっぱり特別ヘディングも強いですし、広井さんに関してはやっぱその成長っていう部分でなんかあれですよね、前まで1得点しかしてなかったのに、 J リーグの中でも1得点しかしてなかったのに、うん、去年一昨年でしたっけ、うん、からポジショニングがすごい良くてヘディングも強いかったですし、まあ、コーナーキックの得点も、うん、それまで1点しか取ってなかったのに一昨年4点ぐらい取ったんですよね、まあ、ヘディングだけじゃなかったと思うんですけど、うん、4点取って年下ですけどすごい成長してるなっていうのを感じました。どうですか広井選手その辺は。そうですね、通算2点だったんですよ。で一昨年、4点取って、去年2点で、そうですね、ちょっと、ま、ヘディングの強さとリンクするかは分かんないんですけど、うん、まあ自分の得意な形とかちょっと点取ってるフォワードの選手の動きとかちょっと研究して、面白い。なんすか、どうやって研究してるんですか。どうやって研究するの。対戦してる時に嫌な選手はやっぱりなんすか、自分のプレーも見返すと同時に、うん、あ嫌だなって思った瞬間どう動いてるのかとか、あやっぱいるじゃないですか、あの佐藤久里さんとか、うん、大久保嘉人さんとか、うん、点取ってる選手にちょっとこう共通点がやっぱあって、そういうところをちょっと参考にしながらやってると本当になんかいいとここぼれてきたりとか、うん、いいとこに入れるようになってきたなっていう感覚はありますね。まあやっぱり研究することも大事だってことだね、どんな年になってもやっぱりね、それやっぱあるかもしれない。そうですね、はい。小泉さん気になったところありますか。いや今年何点ぐらいいけそうですか、ヒロさん。じゃあヘディングからゴール。キャリアハイの5以上取るじゃないですか。はい、5点ぐらいいったら、うん、そうですね、チームの助けにもなるんで、はいはい、やっぱり拮抗した試合でセットプレーで点取れるとやっぱ大きいんで、そうですよね、はい、今年も貪欲に狙っていきたいと思います。
あとこうみんな3人ね、まあ、分かれたらっていうかドリブルが半端ねっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、うんうんうん、ドリブル半端ね、まあ、杉浦選手も出ましたがもう丹羽さんは、うん、丹羽さんまた3割ですか、またまたこれそう、また3択だ、ま、質問2つ続いてたんで、うん、まずこうヒロさんが出た時点で次はどっかで京平さん入れなあかんな。おいすり合い入れんじゃねえよ。なんかもうカナダのこうね、新しく入ってきたとは思えないぐらいのこうコミュニケーション能力もそうだし、あの子は縦関係厳しいのかなって疑われちゃうね。もうなんか掴み始めてるね全体を。そう思われちゃうだろう、お前厳しいみたいな思われちゃう。全然まだまだです。杉浦選手は島田慎太郎選手、そうですね、すごいボールをなんか練習、まだ試合初には公式戦は戦ってないんですけど、新しく入ってすごいボールを大事にする選手だ。島田選手はだって広い選手はこうパスが半端に選んでもね、狭いエリアでボール受けながら味方の動き見てそのパスのチョイスをこう変えれたりとか、難しいところにこう通せるような感じがあるんで、慎太郎はまあドリブルもすごいんですけど、やっぱそういう見て判断できるってところが一番すごいかなと思ってますね。まあドリブル、パス、まあ攻撃的な部分でまた違いを見せてくれる選手かなというふうには思いますが、はい、まあ、最後に一つだけ、この町半端ねっていうところで広井選手がね、建築の多様性っていう、はい、はい、素晴らしいお答えをいただいたんですけど、やっぱりそう、金沢をやっぱりもう PR しないといけない、はい、アピールしないといけない、はい、ちょっと僕歴史が好きなんで、金沢の町はあの戦争 の戦火をこう空襲を受けてなくて、うんうんうん、江戸時代からの建物が結構多く残ってるんですよ。なのでこう建築のこうなんかバームクーヘン状になってるとこうなんか言われることがあるみたいで、うんうん、こう江戸、明治、大正、昭和、平成、令和とこう、うん、全ての時代のこう建築物がこう残ってるんですよ。あ、なるほど、そういうことか。で町にこう点在してるので、こう散策してても結構面白い建物とかが多くて、それが僕はすごいこの町の魅力なのかなと思ってます。あのバスも安いですしね、バスに乗っていろんなとこで降りてで乗ってっていうことを僕やったことあるんですけど。あ、ありますか。もう夏は最適ですよ。あの暑くなったらバスに乗ってクーラー効いてるところに入ってまた次で降りてっていうことをやっていけばもう一番いいです。あ、そうですね、ね、今でも建物のアピールというバスの利便性の話です。そうそう、利便性がある。駅もかっこいいしね。これは我々これ行かなきゃダメじゃないですか。いや本当そうなんですよ。はい。もう時間も時間なんですけど、もうちょっとヤントさんに許してもらって、今シーズンの目標とか意気込みをお一人ずつお願いしていいですか。丹羽選手からお願いします。チームの目標は金沢の歴代最高成績で一桁順位と、個人は2桁ゴール以上でお願いします。杉浦選手、やっぱチームとしては今年すごいリーグ厳しい戦いになると思いますし、やっぱ降格も今までにない4チームっていうこともあるんで、やっぱり一番は落ちないことで、まあ、チームとしてはやっぱりいい成績で終われるようにしていきたいなとは思います。で個人としてはキャリアハイをまた更新できるように頑張りたいと思います。はい、最後に広井選手お願いします。はい、個人としてはあの先ほども宣言した通り5得点を目指して、あ、はい、まあ、あとはやっぱりそのピッチの上でそのチームにしっかり貢献したいなと思ってます。チームとしては、まあ、京平が言った通りやっぱり今年のレギュレーションはJ1 から降格してるチームがないので、昇格するチャンスもあるとはいえ、現実的に考えればやっぱり降格4チームのとこに入らないっていうのが、まあ、最低限の目標であり、ただこう1ヶ月チームを見ているとやっぱり例年以上に充実してるなっていう感覚もあるので、こう下ばかりを見るのではなく、しっかり上を向いた目指した戦いをしていきたいなと思ってます。ありがとうございます。ぜひ良いシーズンになるように
あの柳下監督とは僕もユースの仲間なので常に応援してますので頑張ってください。皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。